今回は日本が誇るボクシング界の至宝井上尚弥の WBSS 編としてバンタム級時代を振り返ります。 WBO スーパーフライ級タイトルマッチ6度目の防衛戦でアントニオ・ニエベスと6ラウンド終了 TKO で圧勝したモンスターこと井上尚弥。衝撃のアメリカデビューとなったニエベス戦は現地アメリカのみならず遠くイギリスの権威ある公共放送 BBC でも報道されるなど世界に反響を与えました。井上は2017年12月30日に WBO スーパーフライ級タイトルマッチ7度目の防衛戦でヨアン・ボアイオをボコしたのを最後にこの階級を離れバンタム級に階級アップ。バンタム級へのアップ後は2018年5月25日に WBA 世界バンタム級タイトルマッチが組まれます。当時のオブジェはイギリスのジェイミー・マクドネルでこの時のマクドネルは10年間無敗6度の防衛に成功しており順風満帆いい波乗ってんねえな勢いに見えていましたが実際には試合前の減量がうまくいっていませんでした。前年にスーパーバンタム級への転向を宣言するなど178センチの長身に加え体重超過が危惧されていたのです。前日計量には1時間10分も遅刻をして対戦相手の井上をかなりイラつかせたマクドネル。さらに減量がギリギリすぎて脱水症状を起こす始末。試合当日には体重を12キロも戻したそうですがバンタム級に合わせた減量として失敗なのは一目瞭然。試合は井上の一方的な展開となりマクドネルはリーチを生かしてジャブを打ち込みますがパンチに力強さが感じられません。井上はマクドネルの隙をついて頭部への右ストレートと左ボディーブローを容赦なく連打。耐えきれなかったマクドネルはそのまま倒れ込み四つん這いの状態。試合再開後も井上の猛攻は続き左フックと頭部へのパンチがクリティカルヒット。試合はあっさり終了。わずか112秒で決着がつき井上がバンタム級のベルトをあっさり奪い取りました。井上が怪物級の強さを改めて披露しましたがマクドネルにとっての悲劇はこれだけではありませんでした。マクドネルは井上との試合後にメンタルが崩壊。対戦から1ヶ月後まずは結婚生活が破綻します。最愛の妻と娘を失ったマクドネル井上の左フックよりも強烈な痛みをバチコーンとその身に刻みます。さらに悲劇は続きます。思い描いた未来が叶わなかったことへの失望娘の成長を見守ることができない事実に苦しんだマクドネルはうつ病になってしまうのでした。井上に敗北してタイトルを失ってから1年1ヶ月後に再起戦を迎えなんとか判定勝利を収めましたが復帰戦の後は一度もリングに上がることはなく2021年5月に引退。井上に敗北した一戦で人生が一変してしまったマクドネルでした。なんかしんみりさせてしまいすいません。バンタム級に転向後1試合で王者にたどり着いたモンスター。次なる目標は WBC、IBF、WBO と他の3団体のベルトを集めることでした。井上が新王者となったタイミングで朗報がもたらされます。ボクシングトーナメントワールドボクシングスーパーシリーズ WBSS の開催です。 WBSS とはボクシング主要4団体いずれかの世界王者または世界ランキング15位以内のボクサーにしか出場権のないトーナメント戦で2017年から開催されています。チャンピオンや世界ランク上位のボクサーだけが参加できるので手っ取り早くどの王者が一番強いのか決められる大会です。2018年から2019年にかけて開催されたこの WBSS のシーズン2にマクドネルを破り WBA のバンタム級世界チャンピオンとなった井上も参戦することになったのです。バンタム級最強を決める戦いに井上が挑みます。2018年10月7日 WBSS 初戦はドミニカ出身で元 WBA 世界王者ファン・カルロス・パヤノと争います。この試合は WBA 世界バンタム級王座の初防衛も兼ねており世界中のファンの注目が集まります。5ヶ月前にジェイミー・マクドネルをわずか1ラウンド1分52秒で仕留めたモンスター。波に乗っているのは確実に井上の方でしたが今回のパヤノは久々に対戦するサウスポー。さらにはパヤノはアマで528戦のキャリアを持ちプロでも世界チャンピオンを経験しているベテラン強豪ファイター。ラフファイトもできるパヤノ相手なので井上も苦戦を強いられるだろうというのが大方の予想でした。パヤノも試合前に井上は今までのようにうまくいくとは思わないでほしいと今まで戦ってきた対戦相手とはレベルが違うぜとかましてきます。
実績を見るに今まで井上が戦ってきたボクサーの中で一番強いと思われていました。しかし試合が始まると大方の予想を上回る事態が待ち構えていたのです。1ラウンド、パエノが先にパンチを出し、右ジャブを井上のボディに打ち込みます。その後も体を伸ばして打ち込む右ボディがバックステップでかわす井上の腹にわずかに触れ、踏み込みの鋭さを見せます。しかし井上がじわりと間合いを詰め、距離を測りながら左ジャブを打ち込み、そのまま体を少しひねるようにして右ストレートを打ち込むと、これがパヤノの顔面にバチコーンとめり込みます。パンチを被弾したパヤノの肉体はキャンバスに投げ出される形となり、一発で試合は終了。一瞬体が硬直、足がピンと伸びているのが分かります。立ち上がりたい意思はあるが、体が言うことを聞かないのは誰の目にも明らかです。試合はわずか70秒で井上が KO 勝利を収めました。会場の横浜アリーナは井上の70秒札に沸き返り、大歓声の中で意識朦朧としているパエノはレフェリーに体を抱きかかえられたままでした。2年ぶりの王座返り咲きとともに WBSS 準決勝を狙っていたパエノを粉砕。試合前はビッグマウスだったパエノも、試合後にはプロとアマチュア生活で世界最高の男たちと戦ってきた、彼は全てにおいて圧倒的に別次元だ、彼を倒せる人間は誰もいないだろうとコメントを残しています。試合中に井上が放ったパンチはたった3発、そのうちのワンツーで相手をマットに沈めてしまうのだから、まさしくモンスター。あまりにも壮絶すぎて正直私は引きました。2019年5月18日 WBSS 準決勝に駒を進めた井上、次なる対戦相手は IBF 世界バンタム級王者エマヌエル・ロドリゲスです。 WBSS 準決勝ではロドリゲスが井上を指名し、対戦が実現。この試合は井上の持つ WBA、 ロドリゲスの持つ IBF のベルトがかけられます。パエノに続き、プエルトリコ出身のロドリゲスもこの当時は19戦無敗の負け知らず。さらにロドリゲスと井上の間に試合前に因縁も生まれてしまいます。それは試合前の公開練習時のことで、井上陣営のトレーナーであり実の父親でもある神奈川県座間市のアパートオーナー慎吾パパが、対戦相手のロドリゲスの練習をスマホで撮影したことがきっかけでした。ロドリゲスのトレーナーがこれに気を悪くして慎吾パパを突き飛ばす事件が発生したのです。一気に緊張感が走る練習会場、トレーナーはこれは戦争だ、我々の勝利で終わるだろう、人々はモンスターが井上ではなくロドリゲスであることを土曜に知るだろうとコメント。 WWE みたいで草生えますね。キャップを後ろ前にかぶっているのが慎吾パパです。こうして試合前に井上陣営とロドリゲス陣営の間に遺恨が生まれたのでした。プロレス的な盛り上がりを狙ったのかもしれませんが、この揉め事で怒りがマックスになったのがモンスター井上でした。井上対ロドリゲス、バンタム級無敗の王者対決として世界中のファンが試合を見守ります。両者立ち上がりから非常にハイレベルな打ち合いを繰り広げますが、動きがあったのが2ラウンド。お互いに攻撃の手を緩めずに接近しますが、テクニックは井上が1枚上手で、鋭い左フックをロドリゲスの顔面に打ち込みダウンを奪います。試合再開後も左フックが絶好調、井上は攻撃の手を緩めず左のレバーブローをロドリゲスのボディにズドンと打ち込むと、時間差でロドリゲスがダウン。なんとか立ち上がったロドリゲスをさらにフルボッコにしてロープ際に追い込むと、最後はまたもや左のボディブロー、これが決め手となりロドリゲスは TKO 負け。2ラウンド1分19秒で井上が勝利を収めました。怒りの感情は井上にとって最高の起爆剤だったのでしょう。慎吾パパの仕返しをリング上で果たしたモンスター、ビビって脇汗ジャブジャブです。勝利を収めた井上は IBF のベルトも獲得、バンタム級3戦目でベルトを2本も獲得するスピード出世ぶりに私も驚きが隠せません。決勝に進んだ井上を待ち構えていたのはフィリピンの選考ノニト・ドネアでした。フィリピン出身のドネアはフライ級からフェザー級まで世界5階級制覇を成し遂げた偉人、アジア人として初めて主要4団体全てで世界王者となった強豪です。初戦のパエノもベテランの強豪でしたが、ドネアはさらにその上を行く超強豪、井上にとっても憧れの存在で、オマール・ナルバエスと対戦する時にはドネアから攻略法を教わったこともありました。そして2019年11月、 WBSS のバンタム級決勝戦、ゴングが埼玉スーパーアリーナに鳴り響きます。1回戦準決勝と無双してきたモンスターが勝利するのか、
The Filipino Flash。 一撃必殺の左フックで数々のビッグマッチを制してきたレジェンドが井上を上回るのか注目です。試合は序盤から井上がスピードでドネアを上回ります。好調に見えましたが、2ラウンド2分過ぎにドネアの左フックが井上の右目にクリーンヒット。まさに先行 The Filipino Flash。 光の速さで井上の右目の上を大きく切り裂きます。井上にとってはアマチュアプロを通じて初の流血。この左フックはカットだけではなく井上の眼球にもダメージを与えました。しばらくはドネアが二重に見える状態のまま戦わなくてはならないモンスター。私だったら正気を保つことは不可能ですが、井上は焦点の合わない右目の視界を捨て左目だけで戦うことを決意します。足を使って距離を取り、左ジャブで試合を組み立てる井上、右目を隠すようにガードを上げて構えます。眼球へのダメージを受けても回復するまでにポイントを稼ぐスタイルに切り替えられる井上の冷静な判断能力におしっこを漏らしそうなくらい感動しました。ちょっと漏らしました。試合が進むにつれ7ラウンドから井上の手数は減り、8ラウンドにはドネアの右が何回も井上を襲います。鼻からも出血が見える井上。井上のボクシングキャリア史上最も苦戦していると言っても過言ではありません。9ラウンドにはドネアの右ストレートが井上の顔面にバチコーンとヒット。珍しく井上がふらつく場面も見られますが、ここはすかさずクリンチに行くモンスター。井上最大のピンチですが、ラッキーなことにドネアは深追いしません。井上の反撃にカウンターを合わせようと待ちの姿勢を取ります。これが井上に味方したのか、10ラウンドに入ると今度は井上がペースを握り始めます。11ラウンドには井上の右アッパーにドネアが避けようと上体を起こした瞬間、脇腹に左フックをズドンと一発。えぐるような左ボディにたまらず背を向けてるドネア。この地獄のボディーブローは我慢できずにしゃがみ込み、ついにダウン。試合を見ている私も昨日食べたメンチカツをリバースしそうな勢いです。井上ドネアと主導権の移り変わりが激しい展開でしたが、井上が11ラウンドで明らかにリード。ここで明確にポイントを奪取したのはでかいですね。最終12ラウンド、ラストの3分間は両者とも打ち合い、熱狂のまま試合は終了しました。この死闘を制したのは井上で、3対0の判定勝ちを収め、見事 WBSS で優勝。井上のキャリア史上、一番苦戦した相手とされるドネアとの試合、井上は試合では勝利したものの、右目眼下底と鼻を骨折という代償を支払います。それでも控え室に戻っての第一声が、楽しかった、だったモンスター。生粋のファイターというか、戦いが心底好きな人なんでしょう。やばいですね。バンタム級のタイマントーナメント WBSS で見事優勝したモンスター。井上は日本のボクシングファンだけではなく、海外有力メディアやボクシングファンからも褒めたたえられます。 WBSS の試合後にはマイク・タイソンの再来、新型ゴロフキン、パウンド・フォー・パウンド最強、井上に勝てるのは井上だけなどの感想がたくさん寄せられました。そして WBSS 優勝を成し遂げた井上を海外のエージェントが見逃すわけもなく、アメリカ大手ボクシングプロモーション会社であるトップランクと複数年契約を結ぶこととなります。井上の契約金額は軽量級ボクサーとしては破格の金額とも言われ、ビッグニュースとなりました。トップランクとの契約はアメリカへの本格進出を意味しています。この契約を結んだことでモンスター井上尚弥の名前は世界にさらに広まるのでした。さらに2020年、アメリカのボクシングメディアリング誌のパウンド・フォー・パウンドランキングでは井上が2位に選出。パウンド・フォー・パウンドとは、全ての階級で体重差のハンデがない場合、誰が最強であるかを指す称号を意味します。通常は軽量級の選手や日本人がノミネートされることはなく、パウンド・フォー・パウンド2位はかなり名誉なことです。もはや井上は日本のモンスターではなく世界のモンスターへと成長を遂げたのでした。続いてはフィリピンの先行ノニト・ドネアと行きたいところですが、半生の豚肉を食べたらお腹を壊したのでゲリラ豪雨を放ってきます。次のファイトでお会いしましょう。それではまた。